どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA がですね電気事業に参入ということで、こちらについてとですね、同時にね新規入会キャンペーンもね行われるっていう風になりますんで、こちらの解説ですねやっていきたいと思います。こちらね ANA 電気っていうんですけども、契約するとですね毎月ねマイルがもらえるという風になりまして、またですね新規入会キャンペーンもあるっていった形になりますんで、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではですね、 ANA が2021年7月21日にですねこちら発表したわけなんですけども、こんな感じですね。 ANA が電気スタート、月々の電気代でマイルが貯まる、でこちらサブタイトルみたいな感じなんですかね、マイルで生活できる世界を具現化する第1弾ということで、まあ皆さんねこちら知っておりますかね。2021年の3月頃にですね、まあこういったねプレスリリースを出してですね、2022年にですね ANA は ANA スーパーアプリっていうのを、まあ、提供する予定なんですよね。でまあこちらの図の通りなんですけども、 ANA はですね航空事業収入だけでなくですね、生活に必要な部分でもマイルが使えて、そしてマイルが貯まる対象サービスをね増やしていく方針っていった形でね発表されてるんですよね。まあそれにね先駆けてですね、昨年末でしたよね、 ANA Pay が導入されましたよね。で皆さんね使われておりますかね、 ANA Pay。 最近ねコンビニエンスストアのセブンイレブンでもですね、こちらのスマートコードっていうのをね導入されて ANA Pay ね使えるようになったわけなんですけども、まあ私はというとですね、使ってないですね。まあ個人的にはですね、まあ ANA の方針としては、まあこういった感じでですね、生活にね必要な部分で ANA マイルがねたまる使えるみたいなね、まあそういった感じで目指しているようなんですけども、個人的にはですね飛行機に乗るっていうこと自体がですね非現実的な部分がね私は強い気がしてですね、その生活に関わる部分にね目指していくっていうのはまあどうなんだろうなっていうふうな思いはちょっとあるわけなんですけども、まあ ANA に関してはですね、まあこのようなね方向性を向いているっていう感じなんですよね。でその ANA Pay にね続いてですね、今回 ANA 電気というのを2021年7月の26日からですね申し込みが開始になるっていった形になるんですよね。で冒頭にもね言いました通り、月々の ANA 電気の利用でマイルが貯まるっていった形になるんですよね。まあ提供開始はですね7月の26日で、対象地域はですね日本国内っていう風になってるわけなんですけども、沖縄と一部離島は対象外っていった形になります。でサービス対象者ということで、こちらはですね ANA のマイレージクラブ全会員という風になっておりまして、料金プランはですね電気料金は地域電力が提供する重量電導相当っていった形になっておりまして、まあこちらの ANA 電気にね契約していただくと特典として ANA マイルが還元されるっていった形になります。で気になるね ANA マイルの付与率に関してなんですけども、 ANA のねクレジットカードを保有されている方はですね毎月固定で300マイルっていう風になっておりまして、 ANA クレジットカードをね保有されてない ANA マイレージクラブ会員の方はですね毎月固定で200マイルがもらえるっていった形になります。またねこのマイル付与に関してはですね、電気料金に対してですね、マイルを付与していくっていうわけではなくてですね、使っても使わなくてもですね、付与率は同じっていった形になりますんで、まあどんだけ使ってもですね、毎月 ANA カードを持っている方は300マイルですし、持ってない方に関してもですね、どんだけ使っても毎月200マイルがね、もらえるっていった形になるんですよね。でですね、この ANA 電気のね、気になる料金に関してなんですけども、皆さんね、東京電力などの元々のね、電気事業者を利用されている方が多いですかね。まあ私動画でねポイントサイトの案件とかね結構紹介させていただいておりまして、私自身はですねポイントサイトの案件でハピタスにあるね、今もあるんですけども2万円分のポイントがもらえるね三つうろこ電気っていうね、電気サービスを利用していてですね、それまでは楽天電気をね利用して、今三つうろこ電気ということで、まあ、料金ね下がりましたので、かなりね大満足
続で、まあ、おすすめなんですけども、ANA 電気のね、価格っていうのはですね、東京電力などの元々のね、電気事業者と、まあ、同等っていった形ね、記載がされているんですよね。まあ、この ANA 電気っていうのは、まあ、名前はね、ANA 電気なんですけども、供給しているのはですね、KDDI の電気サービスっていう風になってるんですよね。で、私が調べた感じだとですね、この KDDI のね、電気サービスっていうのは、まあ、元々のね、電気事業者の価格とですね、そこまで変わらないっていった形になっておりまして、まあ、代わりにですね、ポンタポイントをね、還元しているっていった形みたいなんですよね。まあ、それでね、利用している方に関しては、ポンタポイントでね、還元しているっていった感じなんですよね。まあ、これがね、まあ、名前は変わって、ANA 電気っていった形になりまして、まあ、ANA 電気の場合であれば、ANA マイルがね、もらえるっていった形になるんですよね。ですので、東京電力などの、まあ、元々のね、電気事業者を利用されている方に関してはですね、まあ、特段ね、値段も、まあ、変わらずですね、ANA マイルがもらえるっていった形になりますんで、まあ、そういう意味ではですね、かなりいいのではないのかなと思います。私みたいにですね、三井ロコ電気みたいな、価格は安めのね、電気事業者をね、利用している方だとですね、まあおそらくね、値段高くなるのではないのかなと思います。まあ私もですね、この電気サービスの料金的な部分はですね、詳しいわけではありませんので、もしね、私の動画のチャンネルね、見られている方で詳しい方ね、いらっしゃいましたら、ぜひね、コメントいただければなと思います。またですね、この ANA 電気にね、契約すると、まあ先ほどね、ANA カードを保有している方であれば、毎月固定でね、300マイルね、もらえるということで、年間ね、3600マイル固定でもらえるっていった形になるわけなんですけども、この ANA 電気の支払いをですね、ANA のクレジットカードで支払っていただければですね、クレジットカード側のね、マイルも貯まるっていった形になりますんで、仮にですね、利用料金がね、1万円であればですね、固定で300マイル。で、クレジットカード側のね、還元を入れて、まあ、こちらは仮に 1% だと仮定した場合ですね、まあ、月そこで100マイルがね、もらえるっていった形になりますんで、毎月1万円で 1% の ANA クレジットカードでね、支払いしていただければですね、毎月固定で400マイルがもらえるっていう計算になるわけなんですよね。まあ、毎月ね、1万円の利用で、まあ、年間ね、利用していただければですね、これだけで4800マイルはね、獲得することができるっていった形になりますんで、まあ、こうやって考えるとですね、まあ、結構いいのではないのかなと思います。それでは次にですね、今回ね、ANA はこの電気事業サービスね、参入するということで、こちら同時にですね、キャンペーンも行われるんですよね。2021年の7月の26日からですね、9月30日までの間に新規申し込みを完了するとですね、1000マイルがもらえるキャンペーンがね、開始になるんですよね。で、こちらの適用条件なんですけども、キャンペーン受付期間内に ANA 電気を申し込みね、完了されていること。またね、申し込み月から4ヶ月後月末までに ANA 電気の利用を開始していること。またですね、ANA 電気を6ヶ月以上継続して利用することということで、こちらね、キャンペーンのね、適用条件として、半年間はですね、この ANA 電気っていうのを利用しないといけないんですよね。まあそうしないと、この入会キャンペーンの1000マイルは取れないっていった形になりますんで、まあ今回ですね、これ発表されて、まあお試しでね、利用してみたいみたいなね、まあそういった感じで思っている方はですね、とりあえず半年ね、利用しないとこの1000マイルね、もらえませんので、この点はね、注意していただければなと思います。で、この1000マイルのね、積算時期は2022年の2月末積算っていう風になっておりまして、またね、抽選で35名ということで、まあかなり少ないんですけども、4万マイルがね、もらえるキャンペーンもありますので、こちらに関してはですね、2022年の3月末までにですね、このキャンペーンマイルはね、付与されるっていった形になります。でですね、こちらのキャンペーン自体はですね、一応電気サービスの乗り換えが対象っていった形になっておりまして、公式サイトにですね、一部の電気サービスからの乗り換えは対象外っていうね、記載があるんですけども、これね、どこが対象外なのか、詳しくね、記載がないんですよね。ですので、もしね、ANA マイルが貯まるんだったら申し込みますっていう方ね、いらっしゃいましたらですね、公式サイトね、概要欄に載せておきますので、そちらに問い合わせ番号がですね、記載されておりますので、まあ、こちらだけはですね、確実にね、聞いてみてからね、利用していただければなと思います。ということで、今回ですね、ANA がね、
電気事業参入ということで、こちらのニュースをですね、キャンペーン解説ね、させていただいたわけなんですけども、私はですね、今現在三井ロコ電機をね、契約してるんですよね。で、ソフトバンクがね、サービス提供しているおうち電気っていうのがあるんですけども、ここにね、乗り換えたいんですよね。というのも、このおうち電気っていうのはですね、2ヶ月間ですね、電気代無料なんですよね。で、またですね、ポイントサイトにね、1万円の案件がライフメディアに出ておりまして、こちらね、利用したいんですよね。利用したいんですけども、このおうち電気っていうのはですね、この三井ロコ電機から乗り換えをね、対象外っていう風にしてるんですよね。ですんで、私ね、このおうち電気に乗り換えができないので、ちょっとね、ANA 電機のね、最低利用期間っていうのが、公式サイトにね、記載がないので、まあ、おそらくね、ないと思うんですけども、週明けにでもですね、ちょっと問い合わせしてみてですね、最低利用期間ねないのかちょっと見て、それからですね申し込んでみようかなと思っております。まあね、ANA のクレジットカード保有している方で毎月ね300マイル貯まるっていうのは結構大きいですよね。もともとのね電気事業者利用されている方であればですね、ほとんどね値段も変わらないのかなっていうふうに思いますし、まあこれでね毎月300マイル貯まるのであればですね、かなりねいいのではないのかなと思います。ということで今回の動画ね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マルトモモホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。